腹の方は基盤は硬くなるけど、ね、お尻だらけなんですけど、倒れてるお尻多いですよね。倒れてるお尻の根元を見ていただくと、ほうきみたいになっています。あの太い幹がくすっとこう地中に潜ってるわけじゃない。何かの拍子で本体傾くと根が張ると元が細いですから、まあ、ぶちぶち切れていっちゃって、まあ、最後は全部切れてトトンと倒れます。先の人に横に対しての力が弱いわけですね。しかし干潮に当たっちゃうと一日を通して生きる範囲は狭まります。今日は今頃がちょうどド干潮ですからね。で、ね、本来このボート遊覧なんですけど、条件がいいときはですね、あの先島周防の木の一番大きいこの上流にあるって言いましたけど、そこまで行って折り返してたんですね。行きはゆっくり、ガイドしながら上流に向かって走って、帰りはスピード出してパーンって帰ってきたんですけど、全然そこまで行って折り返してたんだと思います。ただもうその先島周防の木の一番大きいところは絶対行けないわけじゃなくて、この川の上流にはね、あの板状の根っこの高さが約4メートル、板状になっているところを高めに換算したら70畳分ぐらいあるのがこの上流になります。だから大体どこの川もこの潮の満ち引きの影響を受けます。普通川の流れはね、常に上流から下流ですけど、この辺の川は潮の満ち引きで流れが変わります。水位がないのも特徴の一つです。水位はもう刻々と時間ごとに変化してきます。大潮の時はね、1時間あたり2、30センチの差でどんどん水位が変わっていっちゃいますから、激しい時で下手に上流なんかしちゃうと、帰りはもう帰ってこれない場合もあります。次の潮が満ちるまで待ってないと帰れなくなっちゃう場合もあります。で、同じ満潮干潮でも大潮の橋は小潮で水位が変わって、大潮の時は看板の差が2メートル以上になることもよくあります。壁なんかも普通に入ってきてますね。昔は壁なんかもいましたし、他の川でも地域範囲内でウミヘビとかエイとか小さい壁はよく見かけます。あの林、左の方の林のよく見ていくと、幹の下の方を見ていくとちょっと染みてる色の濃さの違いがわかると思います。濃く染みてるあたりまで水位上がってきてるんですからね。急に潜らして根を張って本体支えますけど、そうするとこの辺の木っていうのは息とか呼吸ができなくなっちゃって根腐れなんかしたんですね。根っこはほとんどみんな横へ横へと伸ばしてます。導水なんかに下の土が流されちゃいますと土台を失っちゃいますんで、バランス崩しても簡単に根っこごとポトンと倒れます。横に対しての力が弱いです。でね、この辺はね、幹が横へ伸びてるんですけど、横に伸びた幹の途中からこの下に向かって棒みたいな枝みたいのがこう中途半端にたくさんなってるの分かりますかね。あれも根っこです。元の根っこはそのままですから、幹が大きくなったり横へ伸びていくと、いつかバランス崩れて元の根っこが抜けて倒れちゃうんで、倒れないようにするため幹の途中から別な根っこが伸びてきて、でバランスを整えてからまた大きくなっていくって、その繰り返しです。根っこのことをね、別名地中根と呼んでます。でね、マングローブの種についてちょっと話しますけど、マングローブの種って言ったら棒状の種を思い浮かべると思いますけど、棒状の種を出すのがオヒルギ、ヤリヤマヒルギ、メヒルギ、あとは豆みたいな種です。で、棒状の種はね、どれも太さ1センチ、長さ2、30センチぐらいになるまでくっついたまま成長します。それが川にポンと落ちて、川の流れで行ったり来たり浮遊して、途中どっかでうまく刺さると、そこで新芽が生えてくるってな感じです。種の時期になるとね、川面の方には浮きのような棒状の種が